Q, Q は、ビリヤードにおいて、プレイヤーが手玉をつくために用いられる棒状の用具の、ことである。ビリヤードのプレイにおいて、玉をつく棒状の道具を、Q スティック、Q スティック、省略して、Q、Q と呼ぶ。プレイヤーが、手玉の狙った点をつきやすいように、大雑把な形状としては先になればなるほど、細くなっており、手元の柄に近い部分ほど、太くなっている。 また Q は、大抵の場合、持ち運びができるよう真ん中から2本に分かれるようになっていて、真ん中から、先の部分をシャフト、柄の部分をバットと呼び、継ぎ目の部分をジョイントと呼ぶ、分割できないワンピースの Q もある。Q は、長さ54から58インチ、約137から147センチメートル、重さ16から23オンス。 約450から6 5 0ム程度のものが用いられ、プレイヤーは自分の身長に適した長さのものを使用することが好ましいとされている。しかし、市販品では多様な長さの球が取り揃えられているとは言えない。また、競技や種目、特定のショットによって長さや重さが異なったものを使用する場合もある。ビリヤードの競技大会などへ出場する場合、 ルールにより球の長さや重さなど制限が課される場合がある。例えば、ポケットビリヤードの場合、部下、ビリヤードコングラサフ、アメリカや日本ビリヤード協会のルールでは、球の長さが40インチ、約101センチメートル以上のものを利用しなければ、ならず、重さは25オンス、708.7グラム、日本ビリヤード協会以下、ティップの直径が15ミリメートル以下、 日本ビリヤード協会という規定がなされている。また Q はメーカーごとに様々な装飾が施されたものが作成されており、これらを収集するコレクターもいる。Q はそれぞれの競技のボールの大きさ、重さに対して最適化されている。Q の太さはキャロム、ポケット、スヌーカーの順に細くなる。重いボールをつくキャロム競技では、 パワーのロスが少ない等の理由で太い球を用いることが一般的である。原則的には各々の競技に最適化された球を用いてプレーするのが望ましいが、球が本来の目的とする競技と異なる競技をプレイすることは不可能ではない。例として日本のポケットビリヤードのトッププロだった奥村健は2008年にキャロム競技のプロ選手へ転向した。 ポケット競技から引退する数年前より、ポケットビリヤードの大会において、キャロム級で出場し、全日本選手権で優勝した。類例として、日本スヌーカー連盟、JSA の開催するトーナメントなどは、ポケット競技用の球で参加することも認められている。ただし、太い球で小さいボールを突こうとしても、物理的にあまり下を突くことができないためドローショットに、 制約が生じる等の様々なデメリットもある。スヌーカー級は他と異なり先角に金属を使用しているため、ショットの衝撃が、シャフトに直接伝わり木部を痛めてしまう可能性があるので他の競技での使用は推奨されていない。ポケット競技にはの3種類の球が用いられる。また、ポケット球は、競技では、プレイ球を指す。 スリークッションに代表されるキャロム競技に用いられるボールが大きいため太くて重量のある球が好まれるただしボールに対して細かい導点の使い分けが容易なように先端が急速にくなっているものが多いキャロムテーパー通常のスリークッション等の通常の競技は一本の球で行うがアーティスティックビリヤードにおいては マッセショット等のために短い木を別に用意して用いることもある。スヌーカー競技用の球。通常は1本の球のみを使って競技が行われる。シャフトが細く、軽量であることが最大の特徴である。シャフトの素材には、ポケットやキャロムで、一般的なメープルよりもアッシュが使用されることが多く、このため硬い打球感がある。また、分割部がより、 バットエンドよりの3、4球、俗に、スリークォーターと呼ぶや、接続部分が存在しない、ワンピース球といった、他競技の球と異なり、中央でに分割可能なセンタージョントを採用しない、球を使うプレイヤーの割合が高い。テーブルが、ポケット競技より大きいため、通常の球及びフォームではつけない遠くの手玉をつく、ために、一時的にバットの後ろに装着して、 球の長さをマスエクステンションと呼ばれるようも存在する。これは1980年代に6度の世界チャンピオンとなり、イギリスにスヌーカー人気を定着させたスティーブ・デイビスが発明したとされ、彼のイニシャルから SD ジョイントと呼ばれ。以降、先端部よりパーツごとに解説を加える。シャフトは真ん中より先の部分。 に分割できる球の場合は、ジョイントよりも先の部分を刺し、主にメープルなどの硬い木でできており、先には破損防止のために、プラスチックや造毛、ベークライトなどのキャップ状のものがついている。これは先角、先角、あるいはフェラル、俗二骨と呼ばれる。先角の先には、革製のティップが取り付けられ、ルール上、手玉に触れて良いのは、ティップ部分のみとされている。 シャフトは大きく分けて、一本の材を削って作られる。ノーマルシャフトとハイテクシャフト、一つあるいは、複数の木材から作成した複数のピースを、貼り合わせて一本のシャフトにしたものがある。ハイテクシャフトは、様々なメーカーから発売され、スピンをかける目的で、手玉の左や右をついた時の横方向のずれ、リフレクション、飛びを減少させ、プレイヤーが、 コースの変化を見越してつくことの負担を軽減させる効果がある。シャフトは、ブリッジ、球の先端を支える、気球でとは逆の手のことをスムースに前後できなければ、ならないため、ニスなどの塗装のないものが好まれるが、曲がりの原因になる湿気から球を保護するために、FRP やガラス繊維などでコーティングされているものも、存在する。新品のシャフトは湿気。 汚れ防止の観点からニス塗装されていることもある。滑りを良くするために紙ヤスリなどで研磨し、ニスを剥がすのが一般的である。一方で FRP 製のシャフトにおいては、そのような行為は推奨されておらず、滑りの良いビリヤード専用グローブをブリッジを組む手に装着することを推奨することがある。バットとは、球の真ん中より、後の部分で柄に当たる。 シャフトとは異なりブリッジを通過することはあまりないため、装飾を保護するため全体的にニスで塗装されているものが多い。また球によっては球尻にさらにエクステンションと言われるバットを継ぎ足すことができるものもある。またバットがさらに分割できるようになっているものもあり、これは分割したバットとシャフトを接続することでジャンプ球として使用できるようにしたものである。 前日のブレイクジャップ級。Q は、プロダクション級とカスタム級に大別される。プロダクション級は大量生産されている級で、ビギナー、ライトプレイヤーを含めた一般のプレイヤーの多くが使用している。中でも廉価なものは、ハウス級にもよく使われ、装飾も単色の塗装のみのものであったり、柄が入っていても塗装によるものであったりする場合が多いのに対し、 比較的高価なプロダクション級やカスタム級は、インレイ、貝殻などを埋め込んだ装飾や、歯木、木の組み合わせによる装飾などが施されており、また同じような柄であってもその文様が微妙に異なっていたりする。カスタム級は吟味された材料を用いた手工品で装飾も凝ったものが多い。メーカーによっては、デザインや各部の使用をゼロから注文して購入することも、 可能である。同じデザインの球が一本しか作られていないような球を一本物と呼び、そのような球のみを作ることをポリシーとする職人もいる。またカスタム球は値段もプロダクション球に比べ非常に高価であることが多い。一般にプロダクション球よりも良い木材を用いて制作させることから性能も高いとされる。ビリヤード専門店には菓子球が ほぼ必ず用意されており、大抵の場合は無料で利用できる。これをハウス級、俗に芝級と呼ぶ。これに対し、プレイヤーが自ら買い求め店に持参する私有の級をマイ級、和製英語と呼ぶ。ビリヤード店がプレイヤーから預かっている私有のプライベート級はプライベート機と掲示され、一般プレイヤーが利用しないように区別される。 球の多くは木製であるためにプロダクション球の新品の同一商品においても使用される木材の成長度合いや採取された年月、付き、V、また乾燥度合いなどが違うため一本ごとにシャフやバットのしなり具合などが違う。そのため全く同じ性能の Q は存在しないとも言える。上級者の場合、それぞれの Q の個性を感じ、自分に合った Q を見つけ、 またその球の特性に合わせたプレイができるが、あるレベルに達しないプレイヤーは、違いがわからないため自分に合う球もわからず、また、プレイのスタイルも確立していないため球を合わせることもできない場合が多い。したがって、最初のマイ球などは、デザインや重さ、振りやすさなどで、好みのものを選ぶのが良いとされている。ビリヤードをプレイするとき、 ほとんどの店に貸し出し用の球が用意されているため、必ずしもマイ球を用意する必要はないが、常日のように球は一本一本個性が異なる上、ハウス球は不特定多数の人間によって扱われるため、メンテナンスが行き届いていないことも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。